ファルコン20脱走ファルコンはフランスの脱走者が生産、販売しているビジネスジェット機。脱走は主に軍用機の開発、生産を行っているメーカーであり民間機の経験は少なかった。1950年代から軍用機開発の経験を生かし民間ビジネスジェット機の開発を開始した。こうして最初に開発されたのが総発ビジネスジェット機ファルコン20で、 1963年に初飛行し、同期に惚れ込んだチャールズ・リンドバーグがコンサルタントを務めていたパンアメリカン航空から大量受注された。ファルコン20の成功を受け、1970年にはやや小規模なサイズのファルコン10、1976年にはエンジンを3発にし大型化したファルコン50も開発され、世界を代表する、 ビジネスジェットシリーズの一つとなった。現在に至るまでのシリーズ類型生産数は1000機を超えており、日本航空の訓練機やソニーの車用機などの民間のビジネス機としてのみならず、フランス海軍やアメリカ沿岸警備隊、海上保安庁などの軍、政府機関でも用いられている。ラインナップとしては、大企業あるいは政府機関向けの販売を狙った大型上級機だけで構成されており、 販売機数を稼げる小型機をラインナップしていないのが特徴である。また、多くのビジネスジェット機が総発機となる中、現在でも洋上飛行時の3発エンジンの優位性を認めており、総発と3発の両モデルを提供している。ファルコン50初期のモデルであるファルコン10、20、50シリーズはすでに製造販売を終了している。1967年設立。 脱走アビエーションが製造する脱走ファルコンを使用し、フランスのパリキンコールブルジェ空港を拠点に、欧州、中東、アフリカ方面にビジネスジェットチャーターサービスを展開するビジネスジェットオペレーター2017年4月18日に、日本航空が同社と提携し、JAL の定期便と同社チャーターサービスを組み合わせた JAL ファルコンビジネスジェットサービスの販売を5月1日より、 開始することを発表。ありがとうございます。